砦はつくば市の南にある田園都市です。その北半分には田んぼが広がっている。桜の花が散ると田んぼに水を入れ田植えとなります。田植えは5月の連休に行われ、稲刈りは8月末となります。その間約120日、砦の南半分は台地で住宅地となっています。そこを関東鉄道の常総線が走り、守谷駅でつくばエクスプレスにつながっています。また伊野団地、戸頭団地という大きな住宅団地があります。砦駅周辺は多くの金と時間をかけて整備されました。茨城県の南の玄関と同時に東京千葉への入り口です。交通の便に恵まれ、経済活動の要所ともいえるところです。5月の連休に小貝川の岡崎では鯉のぼりイベントがありました。中之島では鯉のぼりのお腹の中に入ることもできました。砦の5月は花の季節です。いろいろな花が次から次へと咲き始めます。田んぼでは稲が順調に育っています。砦は利根川を挟んで川向こうの柏市と結んでいます。ここと戸頭を結ぶ大橋が昨年無料となりました。ここは伏せ弁天。利根川には大水に備えて遊水池が作られました。ここは藤代駅東口です。数年で駅前の整備ができました。近くに桜ヶ丘という住宅地があります。常磐線をまたいで陸橋が工事中です。国道6号線とつながります。藤代駅東口はあと数年で大きな住宅地になることでしょう。